四害の中でも駆除の最大の対象となったスズメ。四害駆除運動とは1958年から1962年にかけて実施された毛沢東が主導する中華人民共和国の大躍進政策において最初に取られた行動の一つである。駆除の対象となった四害とは、すなわちネズミハエかスズメのことである。スズメ絶滅の試みは、 スズメ打倒運動、またはスズメ撲滅運動とも呼ばれ、深刻な生態系の不均衡と、その結果としての中華人民共和国大基金をもたらした。1960年、毛沢東はスズメ撲滅運動を終わらせ、第四の焦点を床らみに変更した。四外駆除運動は、毛沢東が1958年に導入した衛生キャンペーンであり、マラリアの原因となるか、 テストを蔓延させるネズミ、空気中に蔓延するハエ、そして伝染病を媒介し穀物の種子や果実を食害するスズメ族、中でもユーラシアスズメを撲滅することを目的としていた。中国共産党政府はまた、鳥は資本主義の象徴である旨を宣言した。市民は鍋、フライパンバケツ、洗面器といった音の鳴るものを叩いて、スズメが木の枝で休む隙を与えず、 空から死んで落ちるようにした。スズメの巣も破壊され、卵は割られ、ヒナが殺された。これらの戦術に加えて市民はまた飛んでいる鳥の射殺も実施した。これらの大量攻撃によってスズメの個体数は減少し、絶滅寸前まで追い込まれた。さらに企業、政府機関、学校の間で正常コンテストが開催された。ネズミのお、ハエやカノシ骸。 スズメの死骸を最も多く提出した者には名誉的報酬が与えられた。先週のある日の未明、北京でスズメの大札が始まり、田舎では数ヶ月前から撲滅運動が続いていた。スズメに対する駆除の根拠は、他の中国の住民と同様に彼らは空腹であるからということである。スズメは倉庫や水田で一羽あたり、 年間4ポンドの穀物をついばんでいると公に批判されている。そして、数個師団の兵士が北京の通りに展開し、ゴム手のスニーカーで足音を消していた。高襟のチュニックを着た学生や公務員、鍋やフライパン、お玉やスプーンを持った学童たちが静かに持ち場についた。ラジオの北京放送によると、総勢300万人であった。 一部のスズメは違外方権となっている国内の様々な在外交換の敷地内に逃げ込んだ。北京のポーランド大使館職員はそこに隠れているスズメを追い払うために大使館敷地に入りたいという共産党政府の要求を拒否したがその結果大使館は対抗を持った人々に包囲された。二日間の絶え間ない騒音の後ポーランド大使館職員はシャベルを使用して 大使館のスズメの死骸を処分しなければならなかった。運動中は、転落や銃の誤射による事故が多発し、仕掛けられた毒入りの餌により多くの他の動物が巻き添えで死んだ。チベットでは、チベット仏教の教えから殺戮を拒み、監禁、自死を選ぶ、ラゾ像が現れた。1960年4月までに、スズメは、穀物だけでなく多くの昆虫を食べていると指摘した。 鳥類学者の定作心の影響を受けて、指導者たちは意見を改めた。撲滅運動後の米の収穫量は増加するどころか大幅に減少した。スズメを駆除することで生態バランスが崩れ、天敵のいなくなった虫が農作物を荒らすことに気づいた家は、スズメ撲滅運動の停止を命じて、今度は液長として名誉回復し、対象をトコジラミに変更した。 しかし、もはや手遅れであった。それらを食べるスズメがほとんどいなくなったため、個体数が急増した渡りバッタは国中を襲い、大躍進政策によってすでに引き起こされた広範囲にわたる森林伐採や毒物や農薬の雇用などの生態学的問題をますます悪化させた。さらに人民公社が野生動物を食用として捕まえるために、 デメトンジメドンや劇薬を使用したために、本来の目的である、殺虫剤としての在庫を欠乏させており、畑は随虫を怖い、綿際が肌ニなどの害虫の天国となったのである。生態学的な不均衡は、同じく大躍進政策によって引き起こされ、1500万から4500万人が、飢餓で亡くなった中華人民共和国大基金を、さらに悪化させたと考えられている。 中国政府は最終的にソビエト連邦から25万羽のスズメを輸入して個体数を補充するはめになった。文化大革命を主導した後世、超春京、楊文言、王公文が逮捕されると中国各紙はジョヨンガイという言葉を使って報じた。1998年6月19日、重慶の南西農業大学で 4害を駆除するというポスターが見つかった。世帯の95%が4害の駆除を命じられたが、今度は、スズメがゴキブリに置き換えられている。同様のキャンペーンが1998年の春に、北京でも見受けられた。多くの人は、もともと、これらの4害、特にゴキブリを殺す習慣を持っていたため、実質的な影響はなかった。2007年の全人代では、 北京五輪の開催までに撲滅すべき、新四街として、喫煙、路上への唾吐き、列への割り込み、大声で罵る行為が挙げられた。ありがとうございます。